小田急線座間駅付近の森土森土、または森土とは低い地盤や斜面に土砂を盛り上げて高くし平坦な地表を作る、または周囲より高くする造成工事、またはそれが施された道路や鉄道の区間、工事によって盛られた土砂そのもののことも指す。河川の堤防、住宅地の開発や道路整備などで平坦な地表が必要な時に行われることが多い。 ただし軟弱な地盤の上にただ土を盛り上げただけでは、時とともに地盤沈下が発生しやすい。それを防ぐため天圧や地盤改良工事などの対策を合わせて行う必要がある。しかし地震時は液状化現象、また大雨により崩落災害が起きることもある。盛り土を行う場合には、低張り、またはトンボと呼ばれる目印を用いる。 まず地面に木具を打ち込んで測量をして、目標とする高さに印をつける。T 字になるように木具の印の高さと、抜き材と呼ばれる横板の下場を合わせて、国で固定する。これを目印にブルドーザーなどを使って土を押し寄せ、土を盛り立てる。特に、水域や湿地を横断する道を作るために設けた、盛り土を土手道という。また、築底は、周囲より高くして、 道路や鉄道を通した部分については築堤ということも多い。河川の堤防を築くことも意味する。日本では北海道胆振リ東部地震により札幌市清田区の森土造成した住宅地で液状化現象や陥没が起きたことから国土交通省が全国の自治体に大規模造成地の調査を指示したところ森土造成地が合計10万ヘクタール存在することが判明し 約5万1000所をハザードマップに掲載した。国土交通省は、まずボーリング調査を実施し、耐震性が不十分な場合は、地盤改良や地下水排出パイプの設置などによる対策を促しているが、住民の合意形成や費用負担が課題となっている。森土はより低所に人家や道路、鉄道などがある場合、土石流や地滑りといった、 土砂災害やその被害増幅をもたらすリスクもある。令和3年7月3日の熱海市の土砂災害では、起点にり土がされていた。谷筋、沢を埋めるようにり土を行った場合には、表面上の見た目はなだらかに平坦状となったとしても、元来の水筋はその地下に残存し、地中の水として存在し流れる。大雨などにより、その地中水量及び水圧が増し、 森土を崩壊させる場合がある。さらに下流に向かう土石流となる場合もある。斜面の傾斜に応じて、水防ダム及び水抜きを設けて危険を防止する必要がある。AB 森土造成地マップ公表地震時の崩落対策へ日経産業新聞2020年8月14日 ABCD 土木の言葉ボリュームに土木学会企画委員会 2020年2月23日閲覧。熱海土石流、今日一週間、森土業者、他でも、崩落、不適切な伐採原因か、日本経済新聞長官2021年7月10日、同日閲覧。ありがとうございます。